その食中毒にかかっちゃったんですね私。先週の木曜なんだけど、木曜の夜に手巻きでお刺身とあとつぶ貝をね湯がいて食べたんだけど、それが当たったのか何が当たったのかちょっとよくわからなくて、でその夜からちょっともう胃がもう痛くて目が覚めてからもう本当寝てられないぐらい痛くて、でもうちょっと一回起きようと思って起きたんだけど、もうちょっといても立ってもいられなかったから、とりあえず痛みを取るためのものって何だろうって自分で考えた時にグリーンを思い浮かんで、でグリーンのパックを自分で作って切ってたんです。で、そこに刺さって、刺さって、もう全部収まらないから、今度はなんかしようかなって時に、もうちょっと汚い話ですけど、ちょっと。手からしたから、手が出てたんですね。で、その間にうちの旦那さんと子供が起きてきてトイレに行き始めてね、で旦那さんがクレー飲んだのって言うから、飲んでないって言って、あそうだったと思ってクレーちょっと飲んでみようって思って、でまあもう即効性を考えたらやっぱグリーンかなと思ってグリーンをお水に溶かしてこう飲んだんですね。そしたら10分はとりあえず我慢しようと思ったんだけど、やっぱり10分もしないうちにもう滝のように上から出てきて、でまあ、もちろんそれと同時にもうなんかもうすごい体が活性化したせいか知らないけど、上から下からもうすっごい勢いで出てきて、もう体力的にももうボロボロだったんだけど、でも寝れない痛さで寝れないのがきつかったんで、でそしたらちょっとしばらくして落ち着いたんですよ、落ち着いて朝方も5時ぐらいかな、夜中から始まって1時ぐらいから始まって5時ぐらいにはちょっとこう横になれた感じで、まあ今何曜日だ、火曜日なんですけど、まあちょっと食欲はないですけど、撮影来てるけど食欲ないけど、でもねクレーとハーブティー、私はもうとにかく免疫が落ちてるからそういうのにかかっちゃったんだと思ったんで、鎮気を飲みながらハーブティー飲んで、あとはもうクレーで治しました自分で病院行けばいいのにね、病院も行かず、はい、そんな感じでちょっと 食中毒との戦いですね。なんでちょっと表情がね、覇気がないでしょう声も覇気がないでしょうか